私の名前はパニコ、 OL をしている30歳です。実は最近結婚して3年目になる旦那、敬語の様子がおかしいんです。頻繁に実家に泊まってくると言って帰ってこないし、やっと帰ってきたかと思えば不機嫌な態度をとってくるし、もともと両親思いなところがあったので実家に顔を出したいのであれば止めはしませんが、さすがに家に帰らなさすぎて、まるで私一人暮らし状態なの。不機嫌な理由を聞いてもさらに機嫌が悪くなるだけでお手上げ状態でした。そんな日々が続いていたある日、ついに敬語からあるものを手渡されてしまったんです。ただいま。敬語、お帰りなさい。今日は家で夕飯食べられる？いや、実家に行く。そうなんだ。あのさ、じゃあもしよかったらお母さんも呼んでうちで食べない？今日は敬語が好きなビーフシチューを作ったんだけど。ビーフシチューなら昨日母さんが作ってくれたの食べたからいらない。敬語は仕事から帰ると夕食を食べに実家に行ってしまうので、夕食を一緒に食べたのはいつが最後だろうかと記憶が曖昧になるほど。敬語を引き止められないなら義母も招待してみようと敬語の好物を作って試みたのですが、反応は見ての通り失敗してしまったようですね。このまま実家に入り浸る旦那を放置するわけにはいかないと、原因不明の敬語との不仲を修復すべくあらゆる手を尽くそうと決めたんですが、もう何をしても全然ダメなんですよね。義母ともなかなか関係は進展できず、私から歩み寄ろうと何度かチャレンジはしてみたものの、何をするにも家族だけでと嫁の私は邪魔者扱い、いつもこうして断られてきたのです。結婚してすぐの頃は義母とは当たり障りのない関係だったんですよ。でも1年前に義父が病気で亡くなって一人ぼっちになってからは、どんどん私への風当たりが強くなっていき、次第に敬語も離れていきました。きっと今日も同じだろうな。そんなことを考えながら聞いてみたんです。夕飯食べに行くだけだよね。夜は帰ってくるよね。私がそう問いかけると、不機嫌な敬語がカバンからあるものを取り出し無言で渡してきました。え、これ離婚してくれ。は？敬語が渡してきたものは離婚届でした。突然のことに頭が真っ白になっちゃいましたよ。ねえ、どうして？理由を教えてよ。いつも不機嫌な理由を聞いても答えてくれないし、私はどうしたらよかったの？私何か悪いことした？あのさ、なら言わせてもらうけど、お前いつになったら子供できんの？え？2年前に子作り始めたけど、いつになっても妊娠しないし、原因はお前にあるのに、なんでいつまで経っても努力しないんだよ。努力って、確かに2年前に子作りを始めましたが、病気などがないかあらかじめ産婦人科も受診してから始めたこと。私は健康体で不妊の要素もなく問題なく妊娠できるだろうとお医者さんからは言われていました。もちろんそのことは敬語も知っています。私は病院にも行って検査したんだよ。問題ないって言われたのに、どうして私が責められなきゃいけないのよ。それにこのことで悩んでいたなら離婚を決める前に私に相談すべきじゃないの？言い訳なんて聞きたくないね。不妊の理由は女にあるんだ。女の母さんがそう言ってたんだから間違いないだろ。お母さんと医者のどっちが正しいかわからないの？なるほどね。お母さんが嫁の私のせいで子供ができないんだって敬語に入れ知恵したってわけね。で、ママっ子の敬語はそれを鵜呑みにしたと。たく、今時ちょっとググればいろいろわかるってのに、余計なこと言っちゃう義母も大概だけど、敬語も敬語よね。だからね、私言ってやったの。あのね、努力って何よ。私はどこも悪くないのよ。病院から旦那さんも一緒に来てと言われていたのに、一度だって一緒に来てくれなかったくせに。病院の先生が言ってたわよ。奥さんの方は全然問題ないから、旦那さんの方に何かある可能性が高いって。うるせえ。それに、努力もしないで実家に逃げていたのは、敬語の方でしょ。なんだと?泊まってくることの何がいけないんだ。母さんが寂しがってるんだぞ。もう頭にきた。いいか、俺はこの家には帰らないから、適当に離婚届も出しといてくれ。
妊娠すらできない女なんて必要ない。離婚だ離婚、この無能め。はあ、ちょ、ケイゴ。そしてケイゴは少しの荷物だけ持って本当に出て行ってしまったんです。気の身気のまま出て行って実家に戻ったって困ることなんかないんです、あいつ。それにしてもありえないわ、夫婦のことなのになんで一方的に決めちゃうのよ。それになんでお母さんが夫婦のことに首突っ込んでくるわけ。しかも不妊は女に原因があるなんて決めつけちゃって、お母さんも私の検査結果については知ってるはずなのに、あまりのイライラに離婚届を書く気力すら出ませんでしたよ。まあね、頭が冷えたら敬語が帰ってくるかもしれないしね。私は少しの期待を抱きながら数日待ってみることにしたんです。1週間後、あれから敬語には電話もつながらないし、義実家に行っても留守なのか許すなのか一度も出てきてはくれませんでした。こんな状態が続いたので、私は会社に行っても上の空で、休憩中はご飯も喉を通らずに考え事ばかりしていました。そんなある日のこと、ぼーっとしていると会社の入り口が騒がしいことに気づきました。騒がしい方に視線を送ると、そこにはありえない光景が。うちの嫁を出せ！義母が鬼の形相で騒いでいるのが見えました。な、お母さん？私は慌てて会社の入り口までダッシュで向かいました。アニコさん、あんたまだ離婚届を出してないんだって？早く離婚届を出してきな！どうやら私が離婚届を手元に置いて提出していないことに怒ってるみたいね。何も会社にまで押しかけてくることないでしょうが、夫婦の問題なのに。だからね、とりあえず義母をなだめて一旦帰らせようとしたんです。いえ、お母さん、とりあえず今日のところはお帰りください。敬語はあんたの顔なんてもう見たくないんだ。うちの息子を解放しろ。うわー、ダメだこりゃ、話が通じない。この出来損ないの不妊嫁が。私ね、もうダメだって完全に理解。もうどうでもいいや。そう思った私は、いいチャンスだし、もう面倒だから義母の言う通りにしようと思ったんです。ああ、そうですか。私もお宅の余ったれなんて、もう必要ありませんので。の！私、忙しいのでここまでいらっしゃったついでに、代理で出しておいてください。すでに私もサイン済みですから。はい、どうぞ。私はその場で、持ち歩いていた記入済みの離婚届を、ポイッと義母に渡しました。ふん、これでようやく生成するわ。義母は捨て台詞を吐いてきびすを返すと満足そうに立ち去りました。義母が離婚届を持って意気揚々と立ち去っていくと、なんだか疲れて私はその場に座り込んでしまいました。な、大丈夫ですか？はあ、もう返事をするので精一杯だったの。この時は今まで張り詰めていた糸がプツンと切れちゃってね。すると休憩室までご一緒しますよ。どうもありがとうございます。この時に私を支えて休憩室まで運んでくれた智也は、たまたまその場に合わせた取引先の人。あんな場面を目撃していたにもかかわらず、何も聞かずただただ親切にしてくれました。なんか本当恥ずかしい。そしてそれからすぐ敬語との離婚届は正式に受理され、私はバツイチとなったのです。2年後、この服ちょっと小さかったかな、目立つ気がして気になっちゃうんだけど。大丈夫だよ、俺はむしろ見せびらかしたいくらいだけどな。何言ってんのよ。もう今私は智也と一緒にいます。え、どうしてかって実はね、あれがきっかけで飲み友達になり、あれよあれよという間にいろいろ進展がありました。ともやったら、あの時より前から私に一目惚れをしていたらしく、片思いをしていたことを打ち明けられたんです。でも私が既婚者だったから、ずっと片思いのままで黙ってたんだって。ともやと話したのはあの時が初めてだったので、そんなことがあるのかと驚いちゃった。そのことを告白され、飲み友達の関係から恋人へ、そして夫婦へと発展しました。
トムヤは私の3歳年下で27歳。年下とは思えないほど落ち着いていて、一緒にいるだけで心が温かくなる存在なんですよ。それにね、エレベーター来たよ。足元を気をつけて。うん、ありがとう。今日はデートなんだ。夜景の見えるレストランに来ています。上の階でエレベーターが止まり、扉が開くと、わあ、すっごく綺麗。そこから見える夜景は見惚れてしまうほど綺麗で、すっごく感動しちゃった。なんでね、レストランの席に案内されても外をつい見てしまっていると、嫌な声が聞こえてきたんです。あれ、パニコじゃん。え、すぐ隣の席から聞こえてきたこの声、そこにはケイコが座っていたんです。離婚して以来じゃないか。うわって、あれ、なんかデブになったな。最悪。せっかくのデートだっていうのに、なんでこいつが。すると、さらに追い打ちをかけるように、え、この人が元奥さんなの？ぽっちゃりのおばさんじゃん。ケイコと同じ席には20代前半くらいの若そうな子が座っていて、ニタニタしながらそう言ったんです。そうなんだよ、よかった、俺マキと再婚して。お前もう終わってんじゃん。不妊だし再婚なんて無理だな。ケイコがそう言った瞬間、私の後ろからトモヤがひょっこり登場したんです。パニコ、お待たせ。え、イケメン。ああ、トモヤ。ケイコの顔が一気に曇りましたよ。だってトモヤはケイコよりもずっと背が高い上に超イケメンですから。お前もしかして新しい男か。けどな、不妊だしデブのくせに再婚なんてしてもらえ。あなたは。そう、トモヤはケイコのこと知ってるのよね。それでね、どうやらトモヤはケイコにちょっと言いたいことがあるみたい。あなたはさっきからパニコが太ったって勘違いしてるみたいですが、このお腹俺の子ですけど。あ、じゃ、ま、だってこいつは不妊のはずじゃ。あのね、私あんたと別れた後でトモヤと結婚したんだけど、結婚した後すぐに赤ちゃんができたのよ。私妊娠しやすい体なんだって。ということはやっぱり不妊はあんたの方ってことじゃないのかな。するとマキという若い女が真っ青になったんです。おっと、もしや、これはいろいろ教えて差し上げないとね。そうよ、先生は十中八九旦那さんに問題があって妊娠しないんだろってそう言ってたわよ。だってマキは妊娠してて。あらら、私は。そう、どうやらこのマキって女妊娠してるらしいの。ケイコの子供を妊娠したってことになってるんでしょうけど。さあどうでしょうね。だからね、私はとどめを刺してやったのよ。 DNA 鑑定してみた方がいいわよ。だってすっごく妊娠しやすい私がどんなに頑張ってもできなかったのにね。ね、嘘だろ、俺嬉しくてもう入籍までしちゃって。あっちゃん、ケイゴご愁傷様。真っ青になったケイゴは下を向いてガタガタ震えるマキを引っ張ってレストランから出ていきました。もちろん私とトモヤはそのままゆっくり食事を楽しんで帰宅しましたよ。夜景を見ながらのお食事、とっても美味しかったわ。それからしばらく経ったある日、私のスマホに公衆電話からの着信が。電話に出てみると、なんと義母だったんです。義母は泣きながら私にこんなことを訴えてきました。パニコさん、パニコさんね。戻ってきてちょうだい。ケイゴったらまんまと悪い女に騙されて、あのマキって女、どこの男の子供だかわからない子を妊娠したからって金づるになりそうな男を探してたっていうのよ。借金もあったの。 DNA 鑑定したらケイゴの子供じゃなかったし、ケイゴは検査したら不妊だって。もう席も入れちゃったから困ってるのよ。
あの女、離婚届にサインしないって言って、おまけに敬語の名義でとんでもない額の借金までこさえてるし、私も連帯保証人になっちゃってるのよ。お願いパニコさん、助けて。ね、あなたに謝るから戻ってきて敬語と私を助けて。あの女、他にも人を騙してて警察に捕まっちゃったし、敬語は借金のためにどこかに連れて行かれちゃったし、次は私も連れて行かれちゃうのよ。お願いよパニコさん、私と敬語を助け。はい、ガチャ切り。助けてあげるわけないじゃん。自業自得の地獄の人生歩みやがれってんだ、イシシ。転落した人たちとは反対に、私たちはとっても幸せ。もうすぐ赤ちゃんも生まれるしね。出産が迫ってきていて、ドキドキワクワク。トモヤ、一緒にお産の練習しなくても。いや、俺の子でもあるんだから、パニコがやることは俺もやりたいの。俺は痛みを感じられないけど、パニコの隣で手を握って一緒にいることはできる。イシシ、心強い旦那さんだね。パニミ、安心して出ておいで。パパはとっても優しくて頼もしいんだよ。ママもたくましくてすっごく美人だぞ。私のお腹の中にいる子は女の子、名前もパニミと名付けると決めてるんです。これからは家族3人で温かい家庭を築いていきます。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。